ウォールフラワーはアメリカの作家スティーブン・チョボスキーによるジュブナイル小説である。MTV から1999年2月1日に出版された。チャーリーという10代の少年が友達に向けて書いている手紙の形式を取った初簡体小説で思春期における経験や心理を物語った青春小説作品。ドラッグや性、文学や 音楽などの若者文化が多く描写されている。アメリカ図書館協会が選ぶ2009年度最も推奨する本でトップ10の中で第3位を獲得した。映画監督でもある著者チョボスキーによる監督で映画化され2012年に公開された。1991年、チャーリーは春に友人のマイケルが自殺したことに強く動揺し、 孤独と不安を抱えながら高校に進学する。学校が好きになれなかったチャーリーだが授業の工作クラスでナッシングと呼ばれる変わった面白い上級生パトリックと出会う。その後学校のフットボールの試合を一人で観戦しに行くとパトリックがサムという義理の妹と一緒にいるのを見つけ二人と知り合う。チャーリーはサムに心惹かれる。 チャーリーは二人を通じてパーティーに参加するなど多くの人と出会い文学や音楽そしてドラッグに触れていくやがてサムの友人であるメアリー・エリザベスという女の子と恋人の関係になるがある夜エリザベスの前でサムにキスしたことがきっかけで二人は別れてしまう楽器が終わりパトリックとサムは高校を卒業する大学に行くために街を出る前 チャーリーとサムは性的な関係になりかけるが、結局チャーリーはサムに手を出すことができない。その日の夜、夢の中でチャーリーは小さい頃に、親戚のヘレンおばさんに、性的な行為を受けていたことを思い出し、ショックのあまり精神病院に2ヶ月入院する。その後、チャーリーは、夏休みの間に、パトリックや、サムたちと会話し、退院すると、もう学校に行くのは、 怖くないと感じるようになる。チャーリーの英語の教師、ビルが課題として読ませる。チャーリーはこれらの本をお気に入りと表している。また、イーカミングスによるし、ランディ・シルツ著のカストロ通りの市長、アンライスの本や映画、レッズに登場する女性作家、エマ・ゴールドマンのような人物が言及されている。ビレッジ・ピープル、ブロンディ、ジム・モリソン、ジョン・レノン、 スリッツとビリー・ホリデーといった他のアーティストも言及されているが曲名については言及されていない。ありがとうございます。